新しい職場が不安です。精神科医カバサーシオンのカバチャンネル、今日はアントニー・ガウディの建築したエル・カプリチョという建物からお伝えしています。こんな感じでですね、ひまわりをモチーフにした建物ですね。これがまあすごい、なんていうかな、いかにもガウディらしい建築というか、遠くから見た瞬間にガウディだっていうのがね、こう分かるようなそんな建物になっているんですね。今日は質問いただきました。新しい職場に転職します。どんな職場なのか、自分はうまくやっていけるのか、今からとても不安です。新しい職場、これから就職するところがどんな職場なのか、どんな人がいるのか、非常に厄介な人がいるのか、いろいろなことが考えれば考えるほど不安になります。それは誰でもね、考えれば考えるほど、まだ行ったこともないわけですから、いろんな考えが浮かんでくるというふうに思いますね。じゃあどうしたらいいのかという結論から言いますと、実際入ってから考えればいいんじゃないのと。だいたい不安というものの 90% 以上は予期不安と言われています。つまり実際に起こってもいないことをああだこうだ考えて、気苦労して、嫌な気持ちになって、不安になって、結局行動できなくなったり、何もしなかったり、落ち込んでいったりするということが 90%。 90% 自作自演で気分を自分で落ち込ませているっていうのが不安の正体ですね。だから実際に起こってから対処すりゃいいっていうのが一番いい方法です。だから新しい職場に行って変な人がいるかどうか心配だっていうけども、実際にそういう人に出会ってから考えたって遅くないわけですね。今から考えて、じゃあそれを防ぐことができるのかって言って、絶対防ぐことできないわけですから、考えるだけ損ですね。取り越し苦労という形になりますね。なので実際に起こってから考えるということは意外といいんじゃないかというふうに思います。起こりもしないことを考えても、時間の無駄と精神力の無駄と、逆に言うとメンタル疾患にも陥るわけですから。そんなわけで新しい環境に臨む場合っていうのは、それはいろんなことを考えて不安になったりするのは誰でもあることなんだけど、考えすぎたところで何のいいこともないので、実際に行ってみて、実際にそういう人に会ってから対応する。仕事が忙しかったらどうしよう、仕事が自分に合わなかったらどうしようっていうけども、それも会ってから対応すりゃいいだけの話でございます。実際に就職する前に詳しい内容や、どういう人が自分の職場に勤めてるかなんかを把握する方法ってはないわけなので、自分で対応したり下準備をするということ自体もですね、非常に難しいというか困難じゃないかなというふうに思います。ということで、ああだこうだ考えてもどうしようもないし、時間の無駄なので、実際に起こってから対応するということでいいんじゃないかと。逆に言うと、起こってから対応するときに全てのエネルギーを費やしていった方が、次にどうなるこうなるということをね、考えてもそれ 90% 無駄になるので、何の意味もないというふうに思いますね。逆に言うと、例えば新しい職場に行って変な人がいたらどうしようというけど、新しい職場にすごい信頼できる上司だったら、ものすごく仕事がうまくいくわけだし、楽しい職場だったら楽しく仕事ができるわけだし、自分に合った仕事の内容だったら楽しく仕事ができるっていうポジティブの連想もするわけなので、もしネガティブな不安が湧き起こった時に、ポジティブな連想で目合わせるっていうこともいいんじゃないかと思いますね。自分の上司が変な上司だったらどうしようっていう風な考えが浮かんできたら、とはいえ素晴らしい信頼できる上司の可能性もあるよねと。それは会ってみないとわからんわけだから、逆にネガティブな不安をたくさん言うというのもいいけども、ポジティブな可能性も無限に広がっているということが言えると思いますのでね、悪い方向ばっかり考えないで、プラスの方向を考えていくということも悪いことではないんじゃないでしょうか。精神科医カバサーシオンのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。